パワチャラファ。いやー、サムネとかにもある通りなんですけど、熱が出ました。めっちゃしんどいよ。うん、でサムネちょっと盛ったよ。漏らして、もう視聴率悪いよこのチャンネルも。漏らして、ちょっとでいいから漏らして。で、まあ、黄熱病っていうのはちょっと盛りすぎなんですけど、これ原因が黄熱病の予防接種なんですよ。そう、黄熱病の予防接種を動画で上げたと思うんです、あの時ね。ここブスブスってやったやつ、そう、あれの多分副作用でここがボカーンってなっちゃって今で、もうこの動画もなんかちょっと上げるのをね、ほぼノーカットにしてください。もうすいません。うん、でもう何を皆さんに言おうかと思いますとね、こういったねことが多々ないわけなんですけど、海外に熱が出るとどうしても心配になってくるわけですね。海外に熱が出るとデング熱だったりとかなんかいっぱいあるんですけど、まあ今の症状としては目が痛いのと熱がある。あとはもう今ちょっともうふわふわってなってるんで、もうふわふわ病なんですけど、そう、これを見て分かってほしい。海外に行ったらどうすればいいか、病院は保険をちゃんと取りましょうっていうことです。はい、なんかよく分からないですけど、とりあえず熱が出たっていう報告です。なんで今日と明日とぐらいは動画休むかもしれないっていう報告です。もうマジで予防接種にはこういう副作用があるっていうことを今日は皆さんに教えたかったです。特に黄熱病の副作用はね 10% から 30% の人に出るんで、皆さんも気をつけてくださいってことで、もう寝ます。っていうか俺めっちゃ寝たからな、昨日12時に見て、今日起きた次の日の5時、まあそっち7時だと思うけど、それぐらいやばいね。ってことで、お疲れ様です。